ねずっとまめちゃんです。今日は2024年1月以降にユニバに行くなら押さえておきたいポイントを紹介します。イエイ。ということで、私はですね、この TV はこれからもユニバのいろんなお得情報をお届けするので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。もうすっかり2024年になりました。2024年は何と言ってもドンキーコングカントリーだったりコナンの常設アトラクションがオープンするんですけども、おそらくですね、2024年の1月以降にユニバに行く方も多いと思うんですよ。けどこの動画を見たら今のユニバ丸分かりなんで、これから行く方は参考にしてください。じゃあ早速やっていきます。タッツで、まずはですね、1月のユニバの営業時間を紹介します。営業時間はこんな感じです。1月8日までは開園時間が8時もしくは9時で、閉園時間は21時もしくは21時半のね、営業時間になってます。けどね、クリスマスイベントと貞子のイベントが1月の8日に終了するんですよ。だから1月9日以降の営業時間はぐっと短くなって、それこそ平日はですね、基本的に9時半から19時の営業時間で、土日は9時から21時のね、営業時間になってます。だから1月9日以降は閑散期に入るんで、営業時間がちょっと変わるんで、そこらですね、ぜひ覚えててください。で、次はですね、各種年間パスポートの除外日情報なんですけども、まずは年パススタンダードの除外日がこんな感じです。年パススタンダードは最初の方にちょっと除外日があるぐらいですね。普通年パスの除外日がこんな感じです。普通年パスは基本的には除外日ないな。年パスグランドやらもちろんね、除外日がないんで、まあ、全年パスを通して1月は除外日が少ないです。だからね、ぜひね、これから年パスユーザーの方ですね、除外日気にせずね、1月ね、楽しみ死んでください。次はですね、1月のユニバのイベント情報なんですけども、まずは先ほども言ったんですけども、ユニバのクリスマスイベントと貞子イベントは1月8日に終了します。それに伴ってノーリドパレードに関しても1月8日までは13時開催なんですけども、1月の9日以降からは14時開催になるんですよ。14時開催なのいつぶりやろ。夏前ぶりぐらいじゃないかな。だから結構久々の14時開催になりますわ。懐かしい。2月の1日からですね、鬼滅の刃イベントが始まるんですよ。けどね、鬼滅イベントの1日前の1月31日には鬼滅の刃のフードがね、登場します。だからですね、まあ、31日に来た人はですね、一足早く鬼滅イベントをね、楽しむことができます。1月22日にユニバからスパイダーマンがね、亡くなりますやっぱこれ何回聞いてもやっぱ寂しいな。それに伴ってスパイダーマンファイナルキャンペーンも1月22日にね、終了します。だからですね、まあ、スパイダーマンを楽しみたい方は1月22日まで絶対に乗ってください。もう23日以降来たらもうスパイダーマンはユニバからなくなってるんで、ぜひ皆さんそのことも覚えてください。俺も乗りまくろ。もう代わりの豆ダーマンザライドやろうかな、勝手に。で、次はですね、ユニバの各種チケットの販売状況なんですけども、まずはですね、ユニバのワンデースタジオパスの在庫状況なんですけども、このワンデースタジオパスが兼ねたらユニバの入場一時チケットのことで、まあ、これを買ったらね、丸一日ね、ユニバで遊ぶことができるチケットなんですけども、それがですね、こんな感じです。ユニバのワンデースタジオパスに関したら全日程余裕で買うことができます。で、次はですね、 1.5 デースタジオパスって言って、1日目はユニバで15時から入場することができて、2日目は丸1日遊べるチケットの在庫状況もこんな感じです。で、これもですね、全日程余裕で買うことができます。次ですね、 2D スタジオパスって言って、2日間ね、丸々ね、遊ぶことができる入場券の在庫状況がこんな感じです。で、これもね、全日程ね、買うことができます。基本的に1月ってユニバ閑散期って言って、もう毎年ね、即シーズンになるんですよ。だからユニバの入場券の売り切れの心配は全くいらないです。もう僕のね、ギャグの心配ぐらいいらないですわ。うん、めっちゃ心配してほしい、それは。で、次はですね、ユニバーサルエクスプレスパスのね、在庫状況をお伝えします。その前にエクスプレスパスとは何ぞやなんですけども、エクスプレスパスは指定されてるユニバのアトラクションを大幅に待ち時間短縮することができる魔法のチケットなんですよ。プラスね、種類によったらスーパーニンテンドーワールドとハリーポッターエリア
アの入場確認がついてる魔法のチケットなんですけども、このうちね、正直言ってハリーポッターエリアって常にね入場確約なんですよ。どっちかって言ったらスーパーニンテンドーワールドエリア入場確認がついてるのがちょっと特別なパスですね。今からですねエクスプレスパスのね在庫状況をねお伝えするんですけども、やっぱこのエクスプレスパスってめちゃくちゃ種類があるから、もう紹介してたらこのマフラーの長さが今からこの地球儀くらいまで届けそうになるからさ、もう人気のねエクスプレスパスのね在庫状況をねお伝えします。でまずはですねユニバーサルエクスプレスパス7バックドロップ&スパイダーマンでて、7つのユニバーのアトラクションの待ち時間を短縮できて、なおかつスーパーニンテンドーワールドハリーポッターエリアの入場確認がついてるエクスプレスパスの在庫状況がこんな感じです。でこれ見てちょっと驚いたんですけども、平日は基本的にエクスプレスパスが売ってないんですよ。だから逆にね土日の方がねまた買いやすいですね。次はですねユニバーサルエクスプレスパス4ザ・フライグダイナソーって、こちらはですね4つのユニバーのアトラクションの待ち時間を短縮できて、なおかつスーパーニンテンドーワールドハリーポッターエリアの入場価格がついてるエクスプレスパスの在庫状況がこんな感じです。これもねもうセブンと同様に基本的にね並列ってないんですよ。次はですねユニバーサルエクスプレスパス7プラスワンライドスパイダーマン&ミニオンハチャメチャライドって、こちらもユニバの7個のアトラクションの待ち時間を短縮できて、プラス1としてスパイダーマンのアトラクションの待ち時間も短縮できて、なおかつスーパーニンテンドーワールドハリーポッターエリアの入場かけがついてるエクスプレスパスの在庫状況がこんな感じです。スパイダーマンが終わる影響でやっぱこのエクスプレスパスに関してはもう結構売り切れてるんですよ。だからぜひねスパイダーマン関連のねエクスプレスパス買いたい方は今ね残ってたら今うちに買ってください。マジスパイダーマン関係はめっちゃすぐなくなる。次はですねユニバーサルエクスプレスパスプレミアムって、これがですね、まあ、一番ね種類とか値段が高いねエクスプレスパスなんですけども、これですねなんとね12個のユニバーのアトラクションの待ち時間を短縮できて、なおかつスーパーニンテンドーワールドハリーポッターエリアの入場価格がついてるエクスプレスパスの在庫状況がこんな感じです。まあ、これに関したらまだセブンとフォーとかに比べたら買いやすいんですよ。まあ、最近はですねもう平日とかでもね海外ゲストが多いからエクスプレスパスね閑散期になってもねなくなる可能性が高いですよ。だからこれからねエクスプレスパス購入検討してる方は、まあ、1月とか関係なきちに、まあ、2月3月行く方もねもう今のうちにね買ってください。もうそうしないと欲しいエクスプレスパスマジでなくなります。次はですねノーリミットパレードの特別鑑賞エリアのチケットの在庫状況がこんな感じです。特別鑑賞エリアに関したら、まあ、余裕で買うことができますわ。だからもう普通にもう頭かきながら買っても大丈夫です。ちょっとどういうことやねん。次はですね1月のユニバのアトラクションショーの運休情報なんですけども、まずはですねジョーズなんですけども、こちらがですね1月の9日から1月の31日まで運休になっちゃいます。いやまあジョーズね、まあ、1ヶ月ぐらい寝れるなと寂しいけどさ、まあ、ジェルパライドみたいにね、まあ、長期運休じゃなかったからよかったな。最近結構ジョーズの調子悪かった部分があったからさ、またね元気なねおさめさんにまた会いましょう。朝日でバックドロップが1月23日から3月の19日まで運休になってます。いや結構な運休やなこれ。だいたい2ヶ月ぐらいの運休になってるんで、でね、まあ、1月の後半からまだ2月行く方もですねこのバックドロップで乗ることができないんで、ぜひ皆さんねこの運休期間覚えててください。でエルモのゴーゴースケートボードが1月の25日から2月の26日まで運休になってます。でこれらのね3つのアトラクションね毎年このシーズンになったらね基本的に運休になってるんですよ。で2024年も引き続きね運休なのが、まずはジュラシックパークザライド、セサミのビッグドライブ、スペースファンタジーザライド、スネーピーサウンドステージアドベンチャー、まあ、2024年もね、まあ、基本的に運休になってるものもねいくつかあるんですけども、いや早くねもうジュラパライドとかも早く乗りたいよね。マミちゃんハチャルザライドは常に動いてるけどな。
次はですね、1月のユニバの混雑予想をね紹介するんですけども、1月8日まではクリスマスイベントとかサタコのイベントとかもあるし、もちろん冬休みもね1月8日までの学校が多いんですよ。だから1月8日までは冬休み混雑が続く可能性がめちゃくちゃ高いですけどね。1月9日以降は、まあ、ユニバースね基本的には特に何のイベントもない閑散期に入るんですよ。で毎年ねこのね1月のね、まあ、イベントが終わった後はですね、パークめちゃくちゃすく傾向があるんですけども、なんせ今年はですね海外ゲストが増えてるんですよ。で去年とか一昨年は1月の閑散期はめっちゃ空いてたんですけども、今年のね閑散期はですね1月であろうともね海外ゲストがね多い可能性が高いです。だから1月9日以降の閑散期もねある程度混雑する可能性がめちゃくちゃ高いですよ。でそれこそね今の入間のチケットって価格変動制度って、まあ、簡単に言ったら平日は安くて土日が高いですよ。でこういった海外ゲストはチケット代が安い平日に来る傾向があるから、1月もですね平日は混んでいて土日が空いてるっていう現象が続く可能性がめちゃくちゃ高いんですよね。だから1月にユニバに来るなら平日より土日に狙っていくのがおすすめです。けどねユニバの混雑ってコロッコロ変わるんですよ。で待って今後もね混雑変わる可能性があると思うのでね、またね変わる次第ねこの TV ですね常にねユニバの混雑状況の動画をね上げてるんでね、チャンネル登録して待っててください。次はですね1月のユニバの変更点を紹介してるんですけども、1個目のめちゃくちゃ大きい変更点はこちらです。スパイダーマンが1月22日にね、クローズします。いや、もうほんまもう長年ね、ユニバをね、支えてくれたアトラクションの終了から、まあ、悲しいわ。それに伴ってね、またね、スパイダーマン関連でね、ちょっと変更点があるんですよ。それがですね、アメージングスパイダーマンストアって言って、まあ、スパイダーマンのグッズショップなんですけども、スパイダーマンのね、この等身大のフォトスポットがあるんですけども、これね、前までね、ゲストのカメラだけで撮れたんですけども、クルーカメラがね、追加されました。一応ね、これね、並んだらですね、クルーカメラとあとゲストのね携帯とかでね写真をね撮ってもらうことができるんですけども、このクルーカメラで撮った写真はフォトオポチュニティとして買わないといけないんですよ。で値段は2000円で、一応ね撮った写真はですね携帯にダウンロードが可能です。僕たちのね携帯でもねまたね撮ることができるんで、ね、ぜひねこれからですねスパイダーマンのね最後を見に来る方は今度ね等身大とね写真撮ってください。いやー改めて思ったけどやっぱり何回やっぱ見ても寂しいよな。次の変更点ですね、ユニバのゲームコーナーの変更点があるんですよ。メルトドライブインっていう、まあ、ハンバーガー専門店の前にはですねゲームコーナーの場所があるんですけども、ここね、まあ、今までねクルーさんレジでお金を払ってチケットもらってたんですけども、この度ねゲームコーナーの券売機がね登場したんですよ。でこの券売機のねデザインもすごいおしゃれで、バックデータフューチャーとかあとは ET のねポスターがね書かれてるんですよ。昔の映画館の券売機って感じがしてめちゃくちゃいいよね。僕の経験上前よりかちょっと回転率が速くなったなって感じがしたかな。次のね変更点なんですけども、メルトドライブインって言ってハンバーガーがめちゃくちゃ美味しいお店にはですねスマホでオーダーってあるんですよ。でこのスマホでオーダーは簡単に言ったらメルトドライブインの前に QR コードが書かれた看板があるんですよ。でそこから QR コードを読み込んで来店時間とかあとはメニューとかあとは決済方法を選んで、その来店時間に行くだけで、ね、すぐにメニューをね受け取ることができるめちゃくちゃ便利なサービスがあるんですよ。でこの範囲がねなんと広がったんですよ。まずはジュラシックパークエリアのターキーレッグのフードカートです。ここにもですねもうスマホでオーダーが登場しました。あとワンダーランスのレストランのスヌーピーバックロットカフェにもねスマホでオーダーが登場したんですよ。でおそらくですね2024年はこのスマホでオーダーもどんどんね拡大する可能性があるんで、またね報告しますわ。あとねその他の変更点なんですけども、ユニバでね傘の預かりサービスがね開始したんですよ。傘をね日本で500円でね預かりすることができるんで、ぜひね傘預かりしたい方はですね覚えてください。で最後の変更点なんですけども、ユニバーサルワンダーランドにはハローキティカップケーキショップって言って、まあ、キティちゃんのねお店があるんですよ。でここがですね完全復活しましたって言いながらねちょっと今日は閉まっちゃってるんですけども、で前までね、まあ、ちょくちょく開いてたんですけども、まあ、それでもねもう1ヶ月に1回しか開かないぐらいでほぼもう超激レアなお店やったんですけども、最近結構開いてるんですよ。で豆調べでは土日に開いてることが多いんで、ハローキティカップケーキショップにね入れる可能性が高いんで、皆さんそのことも覚えててください。初
はい、じゃあ今日はですね、2024年の1月以降にユニバに行くなら押さえておきたいポイントをね、紹介しました。これからですね、2024年のユニバを思いっきり楽しみたい方は、この動画を参考にしてください。で、またね、まあ、これからもね、まあ、2024年に入ったら、もういろんなまた変更点がもっと出てくると思うんですよ。で、また変化があり次第ね、次ね、もう変化見つけたいのおもちゃがね、次ね、報告するんで待っててください。以上、2024年もカミカミで行くよのもみちゃんでした。それは直さなあかんな。はい、じゃあこれからもね、いろんな楽しい動画をお届けするので、ね、チャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンもお願いします。じゃあバーイ。